リチャード・プルテニー・リチャード・パルトニーは、イギリスの医師、植物学者である。レスター・シャーのラフバラーの被告教会との家に生まれた。ラフバラーのグラマースクールを卒業して、薬剤師の見習いとなった。見習い中に、マウント・ソレルに移った後、レスターで医師と薬局を開業した。レスター・シャーの植物を研究し、1757年に、王立教会のフィロソフィカル・トランザクションズに、 レスターシャーの植物目録を発表した。1762年の王立協会の会員として認められ、1764年にエディンバラ大学にキナの木に関する論文を提出し、医学博士号を得た。同年、親類の政治家、初代バース伯爵、ウィリアム・パルトニーの病気の治療を行ったが、うまくいかなかった。1765年から、 ドーセットシャーのブランドフォードで医師として働いた。著書にカール・フォン・リンネの生涯と著作について紹介した、A.General View of the ングス・オ t i n g s of l i n n e u s や、1790年までに参観となったイギリスの植物学士の大著、ヒストリカルバイアグラフクル、Sketches of the Progress of Botany in England がある。1790年に、ロンドン・リンネ協会の会員に選ばれ、 1793年にエディンバラ王立協会のフェローに選ばれた。没した後、貝類や鉱物標本、植物標本は輪廻教協会に残され、後に大英博物館に収蔵された。豆科の俗名、プルティニア SM に懸名されている。プルトは植物の学名で命名者を示す場合に、リチャード・パルトニーを示すのに使われる。ありがとうございます。